さっきの選択肢で、まあ、こちらにロールをして、でこちらも前にロールをして、両方こう出た毛先のところでピニングだけでは止まりにくいと思いますので、こちら側に毛を引っ張って倒し込んでいきます。そしてで、このねじりの方向の分だけ戻りが出てくるので、少しここにピンを打っときます。これも後でちょっと調節を加えながら、で少し仮止めを、こういう感じでします。そして残る右のサイドに、人差し指の先だけにワックスをつけてます。耳のところまで来たら少しプッシュします。そして左手に持ち替えて親指をひねって、ピニングが見えないようになるべくロールの中を通す感じで、まあ少しまた後で調節しますけど、この辺はバッと。そしてバックの毛を今少し三角取って、若干バックコームします。でここに、まあ、これはピニングをしているということです。両方からピニングしてこう挟みました。そしてここにルートに少しスプレーして、わざとスプレーで粗くして普通に入れます。あまり形をつけていません。でスモールで親子止めで入れます。そしてネープをすべてここに持ち上げてあげてフィニッシュです。